エドワード・デニソン・ロースの肖像、ジョン・ラベリーが1922年。サー・エドワード・デニソン・ロースは、イギリスの東洋学者、アジアの諸言語を専門とした言語学者。49の言語を読むことができ、そのうち3軸言語を話すこともできた。イギリス情報部近闘局の局長を務めた。ロースは、ロンドンに生まれ、モールブラ・カレッジから、 ロンドン大学ユニバーシティカレッジロンドンに進んだ。フランスに留学してパリやストラスブールに学び、1894年にストラスブール大学からペルシア語研究により博士号を終えて帰国し、1896年にユニバーシティカレッジロンドンでペルシア語の教授となった。1901年、カルカッタマドラサムスリムカレッジの校長となり、以降、当時のカルカッタで 教育行政に関わり、また当地でサンスクリット語、中国語、チベット語なども習得した。1914年、インドから帰国したロスは大英博物館のスタッフの一員となり、サー・オーレルスタインのコレクションのカタログ作成を命じられた。ロスはロンドン大学の東洋研究学院の初代委員長を、1916年から1937年にかけて務めた。 委員長としてのロスは、第一次世界大戦の戦時下に開設されたばかりで、財政的にも困難を抱えていた東洋研究学院を二度にわたる移転を経て、存続発展させることに大いに寄与した。この間、九百二十六年から九百三十一年にかけて、ジョージ・ラウトレッジサンズから刊行された二十六巻のシリーズ、ザ・ブロードウェイ・トラベラーズの執筆と編集を、 アイリーン・パワーと共に務めた。このシリーズには、17世紀の海軍の従軍牧師、ヘンリー・トンジの日記も含まれていた。1934年、エドワード・デニソン・ロスは、テヘランで開催された、フェルドー・スイー・祭に出席した。ラマロブ山から、チベット語を学ぶサー・エドワード・デニソン・ロス。おそらくは1907年、ダージリンで撮影されたもの。ありがとうございます。